どうもディーターです。今日も授業開始していきます。What's going on, mate? Today's maximum is, are you prepared? And someday my chance will come. 今日の格言、今言ったんだけど、見ていきましょう。私は準備します。そしていつの日か私のチャンスはやってくるだろう。言った人はエイブラハム・リンカン、アメリカの16代大統領で奴隷解放の父と呼ばれる偉大な人ですね。今日も授業に行きましょう。Let's go! じゃあ今日も授業していきます。今回は数の表し方についてですね。数の表し方、私100万円も持ってるよとか、私最大で100万円持ってるよとか、私100円しか持ってないんだよねとか、私100円は持ってるよとか、まあそういうね、いろんな数の表し方全部で4つあるんで、それ紹介していきましょう。今回その4つっていうのは、この青で囲まれているところが今回の主役たちだね。で、これにはめちゃめちゃ見て分かりづらいんだよ。例えばこう、no less than とか、no more than とか、no more than、no less than。何が違うのって感じじゃない？こんなの本当に教科書とか参考書とか見て暗記しようと思ったって絶対3日後には忘れてるよ。だからちゃんとね、もう忘れないで済むような、まあ、さらに暗記しないで済むようなっていう風な考え方っていうのをね、伝えていきたいと思います。最初注目すべきはこの now という言葉についてですね。そしてそれと同じく重要なのが not という風な言葉についてです。じゃあ、まず見ていきましょう。この not っていう言葉は、そもそもどんな言葉かって言ったら、これ強い否定を表す言葉であり、さらに人の感情、気持ちとかはね、なあって言ったりするよね。気持ちが入るんですね。に対して、not って言った場合、こっちの方は、単なる否定。だから気持ちは入らずに、客観的に、事実だけ。というところで大きな違いがわかります。ですので、一旦ホワイトボードには書いてない例文で考えてみましょう。充電切れちゃったから、じゃあ続きからいきます。No は強い否定、人の気持ちです。not っていうのは、シンプルに単なる否定であり、事実だけを否定することになります。この辺の理解を深めるために、ちょっと例文紹介しますと。For example, he is no poor. He is not poor. 彼は全然貧乏なんかじゃないよっていう風な意味合いになりますね。もしかしたら、いやいや、貧乏なわけあるかい、お金持ちだろうがよ、みたいな続くかもしれんよね。それに対して、he is not poor. He is not poor. という風に表現した場合、彼は貧乏ではありません。こう淡々とアナウンサーの人が原稿を読み上げるような感じになっちゃうんだよね。この辺が一つのポイントになってます。ってことで見ていきましょう。最初 No less than、 これは何々もっていう風になっていて、先生がちょっとこう点点点点点で例文が見える程度に大きい矢印書いたんだけど、これ見えるかな？ちょっと見づらいかもしんないんだけど、心の中の目も開いて、この矢印を捉えてほしいんだけど、上の方が大きいとしてるわけよ。で、下の方が小さい。ってことで、no less than っていうのは何々もっていうところで、これ数が多いっていう風になっています。数量に注目してるわけですね。だから、例文いきましょう。I have no less than 1 million yen とした場合、私は持っています100万円もっていう風になるわけ。多いよねっていう風に言いますね。100万円もあるんだぜ。一方、no more than とした場合、何々しかっていうところで矢印の下の辺、ホワイトボードの下の辺に書いてあるところから少ないっていう風な意味合いになります。例文いきます。I have no more than 100 yen。私は持っています100円しか持ってませんよ。100円しか少ないよね。少ない時に使いますよ。で、またちょっと考え方の第2のヒントになるんだけれども、No っていうのは打ち消す言葉だからマイナス表現ですよ。で、Less っていうのもこれマイナスでしょ。だからちょっと数学の話になっちゃうんだけれども、マイナスかけるマイナスでプラスでしょ。だから何々もっていう風にプラスの意味になっていて、さらにこの No More の方も同じような考え方をしてみたら、これ No っていうのがマイナス。で、More っていうのがよりたくさんって意味でプラスだから、マイナスかけるプラスとなって答えはマイナスになるから何なんしかっていう風にちょっとマイナスの方の言葉になっちゃってますね。よし、 OK。 ここまでいけばもうあと2つだけ、もうちょっと一緒に勉強していきましょう。何 more than、 これは最大でなんとかですよっていう風な意味になります。より多いってのが more の意味だったよね。だからこれをシンプルに実だけ否定した場合、より多くはありませんよからの、これが最大ですよ、上限ですよっていう風になりますね。例文いきます。I have no more than million yen.
私は持っています最大で100万円、一番多くて100万円持っていますというふうになる。次、 Now less than、 これで最小、一番少なくてっていうふうな意味になりますね。これも less っていうのはより少ないっていうふうな意味なんです。それを否定するから少なくはないっていうふうになるよね。だから最小っていうふうになります。I have not less than 100 yen. 少なくとも100円持っていますよっていう風な意味合いにもなりますね。じゃあ今回の動画はこの辺になります。少しでもみんなの役に立ってくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。じゃあ最後までご清聴してくれたみんなありがとう。また会いましょう。じゃあね、バイバーイ。